どうもどうもこんにちは、オッセルと申します。カゲロウことシャドウコリド、カゲとカイロウ、ニンテンドースイッチバージョンですね。大曲がたま狙いでプレイしております。続きでございます。今日もよろしくお願いしますね。今回やっていくのは、レーコンの演奏。ご存知通り、挑戦者だと、難易度がね、一番難しい、疑惑のあるほどステージなんだけれども、このステージの大曲がたま狙いにいよいよチャレンジする時がやってきたと、そういうことだね。で、達成のお菓子は、コンパス強化と厚手の長靴を持っていこうかなっていう感じかな。ではやっていきますよ。はい、では始まりましたね。早速やっていきましょう。ここ最近ちょっと投稿がない日が続いて誠に申し訳ない。というもね、プレイステーション4でモンスターハンターアイスボーンが発売して、エンドロールを迎えるまではちょっとそちらの方をね、結構力入れちゃってて、本当に申し訳ない。動画をお待ちいただいた視聴者の皆様、お詫び申し上げます。つうわけでレーコンの演奏ですね。やっていくんだけれども、ここのカメラと、爆竹はしっかりと押さえておいて、で、これつけとかないとね。あ、別につけなくてもいいか、このステージ。確か忍び寄る配管者いないよね。任天堂スイッチバージョンになって、ろうそくをつけなくても、ほぼほぼ周りが見えるから、あとはこの名言だけでね、なんとか、配管者を察知しながら行くっていう感じかな。で、この最初の、ちょっと待って、ろうそくつけてない間はこれつけとくか。最初のフロアは固定なんだよね。ここから出た一歩先がランダムマップになってるっていう感じかな。で、例外なくね、っていうか言うまでもなく、レーコンの演奏最大の難敵の継承の徘徊者ね。そいつをどう言い出すかが、このステージをクリアできるかどうかのコツになっているっていう感じかな。ここはもう次フロアになってるかな。え？走り回る徘徊者いる？もしかして。ちょっと待って。申し訳ない。あのね、あ、消しちゃった。日本酒を今ね、2合ぐらい飲んでて、頭の中がもうヘベレケになってるからね。そんな状態でプレイしてどうすんだっていう感じなんだけど、ともあれ、最初のこのエリアにおいては、デッドスペースが3箇所あんのよ。デッドスペースにアイテムが設置されてることあるから、そこをしっかりと押さえておきたいよね。レーコンの演奏は、今いるのが1階なんだけど、次のマップに通じている道のりは、必ず1階からっていう特徴があるんだよね。だから、この水が張ってる地下とかから、別のエリアにいつの間にか入り込んでいたりとかするってことはないわけ。水のところを越えた先にも、デッドスペースがあるから、しっかりとアイテムは押さえておかないとね。ここから先行くと別のエリアになっちゃうんだけど、ここ行っちゃうと中央マップになっちゃうから、徘徊者の集まりが激しいし、あんまり良くはないよね。デッドスペースにアイテムがないことを確認して戻ると。で、基本的には、外周エリアから攻めていくのがセオリーかな。徘徊者の寄り付きがあまりないしね。で、このステージの大曲がたまなんだけど、外周エリアにあるのね。ちょっと一回、体勢立て直すまでもないんだけど、なんで俺隠れてんだ。継承の徘徊者と、鳴き声の主の徘徊型以外はろうそく明言しないからこのまま進むわ。外周エリアに沿っていけば安全っていうのと、レーコンの演奏の大曲がたまは外周エリアにあるのね。だから、最初は水路を通らないのが、比較的安全。だと思う。ただね、継承自身はかなり視界が広いんでね、遠くからでも見つかることが多いんで、気をつけていかないといけないんだけど、見つかった時もね、あまり、あれ？
俺爆竹取ったっけ。わ、こういうことやってるからいつも死ぬんだよね。もうすでにグダグダなんだけど。あ、一応ろうそくだけはつけといて、この状態で爆竹持っとこう。鐘の音には要注意。軽症の徘徊者を潜ってるときは15秒に1回鐘を鳴らす仕様になってるみたいだから。ここは外周エリアその2だね。北の方向をしっかりと意識しつつ滝に進んでいかないといけない。あ？あ！主がいるな。俺の彼女だわ。どこにいるんだろう。どこにいるのだ。あ、このエリアあんまり死んねえな、俺。あ、いるわ。あ、ここか。あ、つうか、このエリアって1階だったんだ。ずっと俺これ地下かと思ってたわ。じゃあ、とりあえず奥に投げといて、寄せておく。鳴き声の主は寄せて、置けば、そこで今度鳴き出すからね。ただ他の破壊者が近寄ってこないがだけ注意しつつ、行くっていう感じかな。あ、上に行くのはまずいよね、今。継承が近寄ってこないかだけ気をつけて。つうか別に俺マガ玉取る必要ないのかな。レーコンの演奏に関しては、隠しゴールにたどり着かないといけないっていう仕様なんで、もしかしたらマガ玉集める必要ないのかもしれないね。ただね、これ他のステージと違って、俺初心者モードで走ってないんだわ、ここ。だから、隠しゴールにマガ玉がいるかどうかっていう、いうことは全くわかんねえんだわ。他のステージに関しては結構予備知識はあるんだけど、初心者で、こう消し集めとかしたからね。ただ、このステージに関しては全く何も知らねえんだわ、残念ながら。ここの水路の方に降りたらアイテムがあるらしいんだけどね。あったあった、これか。結構いろいろあんな。懐中電灯以外持ってこう。じゃあこのまま予定通り、外周エリアを行くと、次は角部屋になるよね。あいつを立たせちゃいけない。ここで継承の徘徊者に来られたらまずいよね。それが、この、レーゴンの演奏におけるデスコンボだわ。それだけはなんとか避けないとね。ただ、クソジジイはね、かなり視界が広いんでね、いつの間にか背後に疲れてたっていうことが結構ありますからね。鐘の感覚も長いし。ともあれ、鳴き声の主がいるところに関しては、非常に警戒しながら行かないといけないっていうのは言うまでもない。マガ玉取ったんで次のエリアに行きましょう。これが多分次の部屋だよね。ここ角部屋のはず。は？あ、崩落地点か、びっくりした。崩落地点は、必ず同じエリアから繋がってるはずなんだよね。マップの仕様の構造上。どっかから行けるはずなんだわ。回り込んでね、一回崩れても。で、この角部屋には、当たりの部屋があって、あ、この部屋死んねえな、レバー3つか。どうやればいいんだろう。上げればいいのかな。この部屋未経験だよね、これ。あ、北の方向わかんなくなっちゃった。多分こっちだよね。コンパス早く欲しいんだけど。
鐘の音が全くしないから、とりあえず形状の愛会所は近くには来てないよね。それだけでもだいぶ違う。ただカゴが欲しい。一回崩れると体勢が崩れちゃうから、崩落地点で体勢を早急に立て直さないといけないんだけど、これはどっかの、どっかっていうかこのエリア内の水門が開いたっていうことだよね。トラップ部屋かな。うん、ちょっとやっぱり喋れなくなるよね、このレーゴンの演奏をやってると。回復アイテムか、今はいらないけど、虫が多いんでね、このステージ、いずれ必要になってきます。ノッチ、早速しゃがむボタン間違えたわ。仕方ない、ここは回復があるからね。しっかり飲んどいて。今のところ何とかなってるな。継承も来てないし、特殊マガタマの部屋だけなんとかね、間違えないようにしないといけない。スルーするわけにはいかないから、ここが特殊マガタマのエリアっていう可能性も十分あるからね。ここの水門かな。あ、いけない。うん、下降りてみるか。あ、いける。うわ、だけどちょっと怖いなこれ、嫌な感じがする。あ、いけなくなっちゃった。ここはちょっと怪しい感じがするな。行きたくないな。コンパス欲しいよね。まずいな。ちょっと下げちゃう。あれ？下げらんない。危ねえ、つかなかったわ。うう、こいついつも走り回ってんな。なんとかなったな。このまま離れていってくれることを祈るだけ。音が聞こえなくなった。まずいだろ、戻ってくる。あれ、今チラッと音がしたような気がするけどね。全然来ないわ。部屋の中漁るか。ここは見たところだよね。あの向こうに行きたいんだけどな。あ、なんだあれ、急にアイテムが出てきたような気がするんだけど。あ、カメラか、いいですね。です。あ、継承の配下し来やがった。さあ、まずいですよこれは。来ない。潜ってる時は移動速度が速いから、なんとか気づかれないうちにどっか行ってくれることを祈るだけだわ。それとも封じ込めちゃうか、水門で。いないな。動けねえ。あいつ一回来ると動けないよね。あ、点滅してる。ちょっと待て。まずいかも。こっち行こう。大丈夫だった。継承の徘徊者の音がもうしないよね。どっか行っちゃったのかな。ともあれ、このレバー3つある部屋は俺初めてなんだよね。先に進んでみるしかないか。何事も経験だよね。もう死を覚悟の上で先へ進もう。うーわ、絶対罠だろこれ。
だって道あるもん。あれ来ない。はっはー、勝ったな。こけしゲット。何に生きてんだこいつ。ラッキー。チンじゃねえんだよ、チンじゃ。やめて、来ないで。やめてください、死んでしまいます。ここは罠じゃないのか。一つ、勉強になったな。大丈夫、見つかってないよ、俺。見つかってないよね。見つかってないって言って、お願いだから。レバーが3つある角部屋は罠ではないと。一つ賢くなったところで先へ進もう。上とかから見えるよね、継承の徘徊者に。あれ？あ、扉か。音しない？大丈夫？こっちは？あ、罠じゃないんだ。嬉しい。また一つ新たな知識になったな、これは。ただ、欲を言えば大バカ玉がもう欲しかった。ははは。そうは問屋が愚かねえってか。だがしかし、は？ここは角部屋だから。大馬が玉部屋ではありえないんだよね。あ、これ来てるな、これ、多分。来るわな。すげえ短い間隔で勘になってた。いるわ。実体化してるわ、多分これ。消しとこう。え、実体化してるよね。俺をたばかってる？ひょっとして。角で陰キャ殺法ね。俺の本性みたいだわ。進めないんだけど、マジで。本当に。これさ、スイッチ版で、レイコンの演奏を最初にプレイした時と同じような展開になりそうなんだけど。はっはっはっは。全く動けませんけど、みたいな。けど、金の音しなくなったな。とはいえ、油断は禁物。どこから実体がしてくるかわかんないからね。ジジイが。怖いよ。ママ。あ、水門閉めときゃよかったな、それ以前に。とりあえずは金の音はしなくなった。行こう。魑魅魍魎の潜む、この先へ。近い角部屋に、あればいいんだけどな、徳島が玉。北行くか、じゃあ。外周エリアに沿って、あれ？部屋に入れないんだけど、俺。とりあえずは外周エリアに沿っていく、というような立ち回りを心がけて。ああ、普通に順調に今方も手に入ってるんだけど。マジかよ。コンパス欲しいんだよね。継承の徘徊者離れてったかな。近くにカゴがないから歩いて進もう。大丈夫だよね、これ。これ次のエリアだよね。次のエリアだって言って。よし、とりあえずは、こいつをゲットして、いないよな。継承君。急に後ろから来てたりとかするから、すごいびっくりするんだよね。彼がいるとき。ここいきなり下降りるか。要注意、要注意。影の接近注意。レイコンの演奏に関しては、カメラ感度もうちょっと上げた方がいいかもしんない。これは。継承の徘徊者の接近を知る意味でも。こうね。
爆竹はたくさんあるんだよね。ただ使いこなしてないのが俺だから。上がれる。ここは外周エリアだから、まあまあこのまま壁際に沿っていきましょう。これはありがたいですね。無敵の箱、ここにこう置いといて、でさらに探索を進めていきましょう。下を俺通ってきたんだよね。こっちに行くと別フロアだよね。つうか中央エリアに行っちゃうと思う。だからあんまりそれはよろしくない。中央エリアに行くのはあんまり良くない。あ、バター閉めちゃった。悪い癖だね。軽症の徘徊者がいる場合はあんまり扉閉めない方がいいかもしれないね。あ、これなかなかいい場所にあるんじゃないかな。大バカ玉、多分こっちが北だよね。つうことは最初に時計回り方向に外周エリアを攻めたのは正解だったってことだね。このどこかにある大バカ玉は。つうわけで全然進んでねえけど今回この辺で終了にするわ。この続きからね、言葉は滞りなく進めていけたらいいなとは思いますね。ではありがとうございました。